This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。今日は1月14日木曜日です。ラジオを聴きの皆さん、いかがお過ごしですか？では最初に今日お伝えするニュースの項目です。入国管理局は違法に越境しているタイ人らを厳罰に処する旨を発表しました。国家水資源局ではすでに今年の干ばつ緩和計画を策定しています。県警本部長5人と警察署長180人が彼らの部下向けに支給された COVID-19 手当を横領していたことが分かりました。では最初のニュースです。入国管理局は違法に越境しているタイ人らを厳罰に処する旨を発表しました。入国管理局はミャンマーとの国境を違法に出入りしているタイ人に対し最大限の処罰を与える旨を発表するとともに国境での警備を強化しています。入国管理局のソンポン・チンドウォン局長は、警察は移民労働者の不法入国に関与している者たちを起訴するつもりだ。人身売買に関与していることが分かった者に対してはマネーロンダリング法を適用し資産差し押さえを行うこともあると発表しました。同局長はまた、隣接国にあるカジノで働くため違法な形で国境を越えたタイ人については合法的に帰国し COVID-19 感染検査を受けることを進める。ただし彼らは入国管理法に従い処罰されることになると述べました。入国管理局では現在県の当局や関係機関と協力の上陸路の国境管理を強化しています。先に政府がこれまでに不法入国している移民労働者らを今月15日から来月13日までの間に限り COVID-19 スクリーニングプログラムに登録することを認めたことから、入国管理局ではその間タイへの不法入国を試みる者が増えるものと見ています。 COVID-19 スクリーニングプログラムでは不法に出国し隣国内のカジノで働いていたタイ人の帰国申請も認められることになります。彼らは帰国した後すぐに COVID-19 感染検査を受け陽性と判断されれば直ちに隔離治療を受けることになります。また陰性であった者には14日間の隔離が義務付けられます。次に、国家水資源局ではすでに今年の干ばつ緩和計画を策定しています。国家水資源局のソムキヤット・プラチャムウォン局長は先ごろ、同局では短期的な干ばつ緩和対策として地下水を汲み上げるための井戸掘りを3月から4月にかけて完了させるつもりであるとともに良い地下水源を見つけるための長期計画を策定している旨を発表しました。水資源局にはまた現在南部で発生している洪水問題を
解決させるよう指示が出されています。南部ヤラー県にあるバンダンダムではすでに貯水量が限界に近づいているため、同ダムからは今後6日間にわたりより多くの水が放水されるものと予想されています。バンダンダムの貯水池には現在毎日1400万立方メートルの水が流れ込んでいます。現在このダムからの放水量は1日あたり1200万立方メートルであるため、貯水池には毎日200万立方メートルの水が蓄えられています。このためダムの下流域にある村々には川が氾濫し洪水がより広くなる可能性についての警告が出されています。一方現在全国の貯水池に貯められている水の量は合わせて5億7000万立方メートルとなっています。この数字は次の乾季を迎えるにあたり昨年の同じ時期に比べると楽観的な数字となっています。しかし水資源局では現在今年の乾季も全国で32の県が水不足に見舞われる危険性があると見ています。これらの県にある79の町には灌漑施設がまだ設けられていません。このため同局ではすでに各県や地方行政組織に対し干ばつ災害防止対策を策定するよう指示を出しています。また中部ナコンサワン県にある人工降雨オペレーションセンターに対しても干ばつを緩和させるための人工降雨活動に備えるよう指示しています。同局ではさらに干ばつによる影響が長期化することを避けるため計画量よりも多くの水を農業に使用している県への対処を行っています。次に県警本部長5人と警察署長180人が彼らの部下向けに支給された COVID-19 手当を横領していたことが分かりました。国家警察のビサヌ・プラサート・ドン・オーソット監察室長によりますと、すべての階級の警察官は1日7時間までと制限された COVID-19 関連の職務に対し1時間あたり60バーツの手当を受け取る権利があるということです。同室長は国家警察監察室では COVID-19 関連の手当横領疑惑に関する第1回目の調査を終えた。不正を行っていた何人かの警察官がすでに懲戒処分を受けている。また疑惑が持たれているその他の警察官にはまだ自己弁護の機会が残されている。不正を働いていた警察官の一部は国家警察による懲戒処分とは別に国家腐敗防止委員会による刑事訴追に直面する可能性もあると述べました。今日お伝えしたニュースは次の通りです。入国管理局は違法に越境しているタイ人らを厳罰に処する旨を発表しました。国家水資源局ではすでに今年の干ばつ緩和計画を策定しています。県警本部長5人と警察署長180人が彼らの部下向けに支給された COVID-19 手当を横領していたことが分かりました。続いてニュース展望です。今日はCOVID-19 の感染拡大に伴う経済的影響を和らげるための財政措置というニュース展望をお伝えします。政府は12日に開いた閣議の中で財務省から提案されていた COVID-19 感染拡大による経済的影響を和らげるための財政措置を承認しました。これらの措置はCOVID-19 感染拡大によって影響を受けている個人や企業のために信用及び信用保証の供与により流動性を高めるとともに債務返済の一時停止により債務負担を軽減させることを目的としています。
タイ中央銀行では、企業の流動性を高めるため、非常事態宣言の下で、すでに中小企業支援向けのソフトローン提供期間を延長しています。タイ中央銀行以外にも、政府貯蓄銀行やタイ中小企業開発銀行、それにタイ信用保証組合が中小企業に対し同様の措置を講じています。一方、個人の流動性を高めるための措置としては、政府貯蓄銀行が個人の借り手にソフトローンを提供しています。財務省ではこのローンの申請期間を今年の6月末まで延長するよう政府に求めています。また農業協同組合銀行でも、自営業者向けの低金利ローン、すなわち小規模農民向けに緊急クレジットを提供しています。同行ではこのほか、生活維持ローン、農家後継者向けローン、それに新生産シーズン短期融資、ジャンプスタートクレジットプログラムの下でソフトローンを提供しています。これらにより、企業と国民の両方が、タイ中小企業開発銀行、タイ輸出入銀行、タイイスラム銀行、政府住宅銀行、政府貯蓄銀行、農業協同組合銀行といったさまざまな金融機関から提供されている債務返済の一時停止からの恩恵を受けることになるものと考えられています。財務省では今後、タイ中央銀行と調整の上、各商業銀行に対しても企業や個人を支援するため同様の財政措置を取るよう求める意向です。今日は COVID-19 の感染拡大に伴う経済的影響を和らげるための財政措置というニュース展望をお伝えしました。以上、今日のニュース、ラジオタイランド、宮井義明でした。ラジオタイランドの日本語放送は、毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.